はい、というわけで今日なんですけど、ついに来ましたね、エターナルドローンにする日がやってきました。バン、はい、なんか今甘がみしたな。とりあえずイベントがねスタートしたんですけど、これかなりねパーツが取れるんですよね、テックパーツ。まあ、ちょっとまだ先なんですけど、まあ、この辺ですよね、300キロ超えるとアンロックされるんですけど、まあ、ここで3-3取れて、さらにこの魚王でもね取れるんですよね、6枚で1個かな。なので、まあ、ちょっと一旦ね釣りやろうかなとは思うんですよね。まあ、あとはこちらのねセールの方でも結構買えるので、あ、ちなみにあとね残り必要枚数こちらご覧ください。今ドローンのね4凸がありまして、ここに赤ドローンありますね、レジェンドのドローン1個ありまして、もう1個レジェンドのドローンが必要なんですけど、この3凸のねエピック3凸ドローンとなっておりまして、あと要するにエピックドローンが8個必要であります。というわけで今から8個拾いに行きましょう。これをね1回拾うというかもう購入ですね。多分ね一番安いのはこれですよね、5000円で2個あるってやばくない、これ普通に買うでしょ、これ5000円で2個はもう無料まであるわ、普通に。ほんと金のかかるゲームやなっていうね。これもう1個買いますと。で、これで4つなんで、あとね、残り4つをね、ゲットしていきたいんですけど、まあ、いかんせんちょっと最近課金すぎて、月のね、カードのね、請求金額、教えましょうか。ここ3ヶ月、3ヶ月連続90万超えてるんですよね、毎月。これやばくない？バカでしょ、これ。普通に破産するんで、俺そんなに収入ないんで、やばいなってところでちょっとやっていきたいと思うんですけど、今4つですね。で、これは防御のなんか縦のやつなんで、ドローンが入ってないですよね。はい、イベント行きましょう。多分ね、足りないと思うんですけど、で、今、なんだこれ、豪華クルーズ。うわ、ステージ2？ やば。まだそんなんだっけ、まだ。まあ、とりあえずやっていきましょうか。はい。これちょっと楽しいですよね。で、いつもこれね、竿買ってたんですよ、俺、わざわざ。でこれ買う必要ないってことが分かりまして、やっぱ課金者には課金者なりのなんかこう無知なところがあるというか、なんか買えばいいんでしょみたいな、なんかそういうのがちょっとさ大人の悪いところ出ちゃってますから、こうしっかりとねちゃんとエクセレントからちゃんと使ってってイベント楽しむと。OK、行きました。これは美味しいね。まあ、とりあえずね、おっとアンロックしていった。まあ、とりあえず300キロ超えないとあれアンロックされないんで。で、あと、魚王をね、あと1枚あれば、エピックパーツセレクトパック。これ、ワンチャンあるんじゃないこれ。あ、でもこれ、あれか。エクセレント竿だから、こんななんかきついな、これ。これなんかもう魚王みたいな手応えで。一発目、魚王じゃねえかっていうぐらいの手応え来てんだけど、これ。大丈夫？よいしょ！いっちゃい、オッケー！バン！ゴミでしたね。210キロね。これ300、足んなくねえかこれ。あれ？ 300 まで足んなくない？これ、もしかしてジェム溶かす感じ？じゃ一旦ちょっとね、お待ちください。おっと、これ、ちょっと、やばいよ。これ、魚王の可能性。これ、魚王の可能性大。ちょっとね、これガチ来たわ。エクセレント竿だから、ちょっと弱いってのはわかりますけど、また、だがしかし、これ、結構きつい。今日、魚王超えてねえかこれ。魚王の上の、なんか、エターナル魚みたいなね。むちゃくちゃや。まだこれ結構やばいぞ、これ、今回。結構やばい。これ、普通に魚王じゃない、これ。もうすでに手に入れたか？ちょっと待って、危ない。これ危ない。これ危ない。オッケー、これでいく。これで、よっこいしょ、はい、魚王ゲットと。あれ？バン！でも18キロ一発で手に入れたのでかいよね。あと10キロじゃ100キロか。オッケー、行きましょう。待って、これもやばいんだけど。来たか、これ。来たか、ついに魚王。魚王出してなんぼですからね。いや、これ結構手応えあるよ。ちょっと待って、この竿が弱いだけなのか、まあ、それもあるでしょう。いや、でも結構だよ、これ。結構な手応えや。おっと、危ない。これちょっと待って、これ来たぞ、これ。多分来たよ、これ。これ、魚王ですね、多分。あ、来た、ゲット。魚王ゲット。お、ゲット、ゲット。なんだ、これ。スピード、マジか。これ、魚王なの？魚王と名乗っていいんでしょうか、これ。まあ、とりあえずね、魚王が6体目でゲットしたんで、魚王の証。これで1個は確定ですね。こっちでもらっていきましょうか。別に枚数変わんないんだよね。いただいてって、これで5枚。あと3つでしょ？ちょっときつくない？だって、だいぶきつくない？なんかエピックのさ、パーツ1枚集めるのすげえなんか、容易な感じでなんか言ってますけど、今思ったけど結構きつくない？あ、エピック竿になりましたね、これね。こうなってくるとマジで楽なんですよね、これ。おい、ゲット。ゴミでしたね。ちょっと飛ばしましょうか。行が出てきたらちょっとまたね、止めるような形で、ちょっと倍速でお送りします。行出たやん。結構いいペースで行出てくんだけど。餌がなくなったんですけど、どうしようかな。今265キロでしょ、まあ、とりあえず100個行きましょうか。とりあえず一旦100個行って、最終ステージ行かないと話にならないんで。
もらえる数も少ないからね。雪舞う深海、まあ、ここをねちょっと狙っていきましょうか。行の確率高いんだけど。さあ来ました、冬の海域パーティー、これが最終ステージですね。今のところ全部行は開いてったね。 OK、 さあ行きましょうか。こっからですよね、いかに、あ強くなった、あ強い、あこれ、お一発目で来た、これちょっと強いぞこれ、お一発目来たんじゃないかこれ、待てよ、チキ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 、あぶね、これ来たな、これこの強さ伊達じゃない、ちょっとガチで強い、これ待って、これ俺じゃないと無理だな、これ俺の PS を持ってきて、これでいけるな、次で、おーくしょ、 OK、 うん来ないんだね、うん、飛ばします。めちゃくちゃ強いんだけどこれ、あ来た来た来た、行大型タコ、しかも2匹やばすぎ、76キロ、1回それは重いわな、これが行2体の手応え、めちゃくちゃきつかった今。行は何枚やの、あと2枚で行のやつが1枚もらえる、でこっちがとりあえず1枚、これドローンだよね、交換させていただいて、であと2枚必要なんだよね、でこっちで1枚取れて、こっちで1枚取れるんで釣り頑張ります。さあジェム購入分がなくなったんですけど、これで3万は貯まりましたね。行が出てねえんだよな、行が出てないので、あと2体行を手に入れるの結構きつくねえか、買う？いやちょっと待って、まあ、もうちょっと引いてみましょうか、もうちょっと引けば行がバチコリ出てくる可能性すらあるんで、50枚購入で10枚ずついけるんだ、まあ、10枚ずついくメリットって早く終わるだけなんだけどね。あこれ来ちゃったんじゃないのこれ、これワンチャンあるよ、これね、150ぐらいまで伸びるあのやつって来る可能性あるんですよ、ね、いや、あの、行2体引き、2枚引き頼む、あ、きついか、これ行来ましたわ、もう1体行来ましたね、もう1体行なんだよな、うまく引けるとこの50連以内にもう1回行来るんだけど、どうだろうな、まあこれ多分行だって思い込んで話してるんですけど、これ行じゃなかった、オチがなかった、どっけ 21.6キロ、で、どでけえな、あと1体行を釣るまで終わりまで行きましょう、まあでも900キロってなかなかないからな、おっとこれき、もう早速来た説、行来いなぁ、最後に無駄ながきすごい、オッケー、あこれ行ワンチャン行かな、あでもさっきの手応え似てる気もする、よしこれでいけるかな、オッケー行来い、オッケー、よっしゃ確定しましたね。一番の被害者はこの釣りランキングに入ってしまった人たち、はい760キロと2が40キロっていう、これで行ポイントは来たんで、いただきましょうか、こちらで OK、 よしやっと来た、待ちに待ったエターナル、8枚交換していきましょう、これが4つ、はい、ドローン4つでしょ、そしてこっちも課金分の1万円で手に入れたこのドローンをしっかりと確定していく。もうこのさ、エターナルが発表されてからマジで時間かかった、ここまで人々はもうね、みんな無理だと思ってたと思うよ、まあ、とりあえず全て合成、これで赤パーツになるんで一旦レジェンド、これで1枚達成と。さあここでエターナルですよ、これ皆さん、じゃあ一旦ちょっと待って確認しましょう。ドローンのエターナル効果、初回習得で2級到達だ、星2の状態からスタートってことは、取ったら3なの、取ったら2なの、わかんない。で破壊者追跡範囲が増加、それとミサイル数が増加、範囲が広くなってミサイル数が増加したらしい、それやばいよね。ミサイル数がどのぐらい増加したのか分かりやすいように、さっきねデイリーのタスクを紹介してたんですけど、それをね動画撮っといたので、破壊者の出方とまあ比較していこうかなと思います。さあ来るで、行くで、はい、エターナルドローン完成配信者では間違いなく圧倒的最強なんじゃないかと自負しております。かっこよすぎだろこれ、とりあえず使っときましょうか、で取っといたんでこれ一個ね、一個取っといたんで、まあ、これでちょっとやけようと思います。まあ比較のね、ドローンの破壊者が出来上がったら比較のために、やばい終わりました、ふざけんなって、もう一回いくわ。さあこれでしっかり見ていきましょう。さあこれでスタートなんですけど、タイプ B ドローンが2スタートですね、しっかりね2スタートして、毎回 A ドローンが来ないパターンある、そういうの
って A ドローン来ないパターンある、このあのデイリーステージ A ドローン一生来ないみたいな。おっと来た、オッケー、これでいかにこれ最初に仕上げていくかってこれ重要になりますね。あとね、でもこの2から始まるとやっぱり早いよね、もう5だよ、2から始まるってすごいよね。めちゃくちゃなんかさ地味だけどめちゃくちゃ強くなるみたいな。で破壊者になった時に追跡範囲が広くなるのと、あとなんだっけ、ミサイル数ロケット数の増加、これがどのぐらいいかに増えるか、ドワーッとどんな感じだと思います皆さん。でもさすがにエターナルだから相当だと思うよ、相当美しいんじゃないかと思うんだけど。さあ来ました、これで星5星5だよね。次で破壊者が完成します。エターナルドローンの力を開封していく。いきます。はい、エターナルドローンこれだ。ん、どう、範囲が多分高性能爆薬的な感じなのかな。増えた、数増えてる、ロケットの発射数。ボスにちょっと当ててみましょうか、これ。わかんない、強いかわからん、強いかわかんねえな。まあでもまあ増えてんだとは思うんだけど、どうどうなん、どう、今ちょっと比較出してますけどどうでしょう。そんなに見た目変わんない、発射速度よりも数が増えたってことなんですけど、どうなんでしょうね、どう思う。ちょ、高性能爆薬取ってちょっと威圧感与えてきたね敵に。でもあれだよな、レジェンドからだいぶきつくなってるから、エターナルにあげんの相当強くなかったら意味がないというか、なんか腑に落ちないというか、結構課金しましたよここまでエターナルにすんのに。いくらぐらいだろう、10万じゃ効かないよね、普通に20万ぐらい入れてるような気はする。だからさすがに結構強くなかったらちょっときついんだけど、見た目的にはそんなにどう、そんなにさ、うわやべえみたいなのないよね。まあ、ちょっとなのかもしれないね、 1.2、3倍みたいな。だからもっとさ、なんか爆発的な強さをさ勝手に妄想してたけど、 1.2、3倍ぐらいの数が出てるのかもしれないねこれ。あとはあれか、追跡範囲も相当広がったみたいな感じなんだけど、まあ、要するに高性能爆薬をつけたみたいな感じなのかな。わからん、なんかこれで最強のボスラッシュみたいなのあるんじゃないですか。なんだっけ、ちょ待って、後でちょっと見せますけど、どこまでいけるか、エターナルドローンで。それをちょっと試してみたいなと思います。まあ、ちょっと時間的にマックスまで上げられないかな。あと1個ぐらい高性能爆薬取らせてくれ。取れない、もう諦めた。さあボス戦に最後つなぎましょうか。強くなったのかこれは。え、ちょっと待って、画面途切れた、画面止まったって、画面瞬殺したんだけど、画面止まったって。ドローン破壊者。よくわからんね。まあ、というわけで、地域行動だ、地域行動。これが、あと8時間で解放されるので、エターナルドローンつければ、全クリできんじゃないかっていうね、説はありますんで、まあ、そこをね、ちょっとやっていこうと思います。まだまだね、イベント始まったばっかりですので、まあ、パーツね、また次のね、エターナル目指して、また邁進しますので、また応援していただければと思います。というわけで今日はですね、エターナルドローンでした。また次のダダサバイバーでお会いしましょう。イルイ任しとけ、ハルパパに任しとけ、文句あるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライムは僕から割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり Listen on the country ホログライステージも淡いな